名宝スキー場は、岐阜県郡上市名宝の北東に位置するスキー場である。1989年12月にオープンし、西日本最大級の規模を誇るゲレンでは、全14コースで構成されており、5000メートルのロングコースがあるのが特徴。最長滑走距離、山頂標高、標高差は、奥見のナンバーワンで、山頂から見る北アルプスが絶景。名古屋。 関西からのアクセスも良く、広大なキッズパークがある人気のスキー場。日田高地の江ボ市岳の北東面にあり、オフシーズンのゲレンデは牧場になるほか、キャンプや、テブラ BBQ、自然体験など、高原の自然を楽しむことができる。名古屋方面一のミやジャンクションより約1時間15分、大阪方面スイタ JCT より約3時間と中京圏。 関西圏からもアクセスの良いスキー場である。雪室は、スノーマシーンを年々強化しており、雪不足の、昨今でも安定した、積雪量を維持している。14のバラエティ豊かな広大なコースを誇り、中でもア α5000 は、ビキナーから上級者まで、ロングクルージングが楽しめるコースとなっている。パークは、ア α5000 に点在する地形を生かした。 地形パークと充実したアイテムの DC パークがある。また、西日本最大級のキッズゲレンで、羊のショーンスノーラウンドは、子供から大人まで楽しめるアイテムが揃っている。最上部となる第2クワットリフトの終点スキーセンター。ありがとうございます。